大阪杯は、2番人気のジャックドールが逃げ切り、見事に G1 初制覇となりました。この勝利により武豊騎手は、これまで岡部幸男が保持していた、G1 最年長記録を更新しました。ジャックドール武豊が乗ると強すぎはロタ。さすがレジェンド。芸術的な逃げ。武豊上手すぎはロタ。G1 最年少記録も武が持ってる。完璧なラップを刻んだ。ギリギリ粘ったな。藤岡がかわいそう。理想的な競馬だったなぁ。武豊天才すぎ。ハイペースでも残せる。これがジャックドール。グラス最強。ドーデュースとレースかぶったら武はドーデュース選ぶだろうから。また藤岡に戻るの？花さ残したか。騎手が違ったら負けてる可能性十分ある。ジャックドールって今まで2000メートルしか走ったことないんだな。宝塚記念どうするんだろう。逃げ馬は竹を乗せとけばいい。デスクに競りかけられててわろた。これで守護馬になれるだろう。グラスの血が繋がった。